シェワー、黒バラ軍団の小太郎です。ラバーズ J のゆうずきりなです。はい、ガチソロガイデン3本ねやってまいりました。はい、2回目、はい、2回目ですね。前回は、ほんますいませんでした。いえいえいえ、でも1本ね決めてくれたんで、それでなんとか許してもらえたかなぐらいの、なんとか、ね、なんとか踏まれずには済んだかなと、はい、私から。ただなんかもう罰ゲームで踏まれるみたいな感じだったじゃないですか、うんうんうん、あとあとスタッフさんに、うん、お前踏まれるの好きやから、うん、罰ゲームに何でもなってへんわ。そう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 、ちょっとダブル美味しいみたいな。ただね、そこはね、僕一つだけちょっと言っときたいです、うん、踏まれるのは好きではない。え、あの M は M ですけどそこまでと M ではないんですよ。あの気持ちいいことされるのは好きなんですけど、痛いことはほんま嫌なんです。結構気持ち悪いこと言ってますね、オープニングから。ほんまね、ちょっと引かんといて、引いてるでしょ、今。気持ち悪いと思って。今回お邪魔させてもらっているホールさんは、大和小泉店さんです。はい、はい、大人気ホールさんでね。大人気ホールさん、今、だって駐車場の空き台がなくて、うん、そう、大変だった。どこ止めんねん。そう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 、大揉めしてましたもん。大揉め、揉めに揉めてね、うん、揉めに揉めてやっとやっとここやっとオープニングなんで、はい、ということで、じゃあルール説明から、ルール説明のお願いします。はい、制限時間は150分一本勝負です、はい、最初に私たちに与えられる矢は一本のみとなっております。はい、私たちのうち1名が勝利した場合は矢が1本追加、はい、2名とも勝利した場合は矢が2本追加となり、最大マックス3本でアローチャレンジに挑戦できるんです。やったぜ。その後がこちら、じゃん、じゃん、はい、じゃん、はい、これ結構ね、作戦成功したよねってなった。あの前回の作戦ドンピシャやったでしょ。ドンピシャやった。欲を出したあかんっていうやつと僕が足引っ張ってなんか言うのもおかしいですけれども、プラス60枚でしたからね。そうなんですよ。 そう、それでもまあここで目標でね、うん、ちゃんと2枚取れたんですよ。そう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 。今回は、まあ、今回別にここでもいいけど、はい、お互い勝って3本にしましょうってやつ。的はここで、とりあえずここで、お互い2人とも勝ったら3本になるんで、そうそうそう、でお互い勝てば下手しいこことかになる可能性も、うんうん、ありうる、ありうる、ありうるよね、ありうる、ありうるよね、うん、前回行った時に僕友でいい台座れたんですよ。お、本当ですか。はい、あ、なんかちょっとバラエティが強いみたいな、あ、ちょっと話も聞いてるんで、じゃあ参考にしつつ、参考にしつつ、じゃあ3本とここ目指して頑張ります。はい、頑張ります、はい、それでは、はい、やりましょうか。お願いします。はい、ガチソロガイデン3本の矢。あの前負けてしまったんで、負けた、今回は勝たないといけない、うん、いや本当にね、気合を入れ直すためにもちょっと勝つ入れたいなと思いまして、うん、入れましょう。ちょっとあの掛け声を、うん、卓球のやつで行かせてもらっていいですか。得意なやつで、はい、卓球といえば愛ちゃんの、愛ちゃんのあれですよ。わかるでしょ。わかる、おなじみのやつですよ。オッケー、はい、あれでお願いします。了解、じゃあ行きましょう。せーの、さあ、 バドミントンの、いや今のテニスっすよ。えへ、ちょっとね、心配なことが、あれだけ駐車場車止まってたら、そう、スロット空いてんのかなっていう、空き台あるんかなっていう心配はあるんですよ。いい台取られてそうな、ラブ場とかテラフォーマー500って、これ機械値あるでしょ。ないんや。マジか。はい、このテラフォーマーズなんですけども、現在499ゲームでやめられているんで、まあ結構良さげな台、いろいろあるんですけど、まあ空いてないっていうのもあるので、まあ、とりあえずはこの台の天井狙いからしていこうかなと思います。何しようね、どうしようどうしようかな。じゃあ音でから行こうかな、まだ一回も回されていない乙女にから、まだ何も分かってないと思うんで、ここから行ってみたいと思います。はい、それではガチソロガイデン3本の矢、150分1本勝負スタートです。はい、スタートしました。孝太郎さんとの第2戦でございます。暑い。
ゾンって。めったに行かないと思うんですけど。あら、死にそうだったね。萌えカットインいただけましたね。アイリスの敵は最初のさあ、やった。目的は一緒のようなおお、やーしなおお、さすがおお、私が爆発するよ。私は今回もプラスで、コウタロウさんがマイナスで、欲しいもののことがあったらちょっと踏むことも視野に入れつつ実戦を進めていきたいと思います。邪魔するものは全て。よし、こっからがね、勝負の時ですから。うん、白枚。ほい、来ないと。残念、残念でしたね。でもまあまあまあ、まだね50枚しか使ってないんで、こっからちょっとつなげられるよういい台かどうかを見つつね、頑張りましょう。ちょっと早め他の台見てみてもいいですか。なんかね、これは継続してるのかな。めちゃめちゃ軽い、めちゃめちゃ軽いですよね。めちゃめちゃ軽いというか、継続でこう毎回上がるのか、ちょっと打ってみる価値はあるかもしれない。2にしてみますか。バジルス2でいけます。ちょっと軽そうな。はい、では2時間30分の実戦開始します。スタート。テラフォーマーズは前回ユーズキさんが良さげな内容してはったんですけども、まあ、とりあえず今この台は天井狙いということで、まあ、天井が777ゲームです。ただそれ以降に一度ボーナスを引かないといけない。でそこでボーナスを777ゲーム以降に引けば ART ついてくるということなんで、まあ、いずれにせよ一発ボーナス引くまでは打つということになります。で、ゲーム数天井とは別に
あのチャンスリプレイ規定回数天井っていうのもありまして、まあ、その規定回数に到達すると、まあ、ART 突入になるんですけど、ボーナスからそれがまあ中段リリベ引いた時にプッシュボタンないしはこのこれ触りたくないですけどゴキブリのこのボタンを押してあげるとそのセリフ言うんですね。それがそれによってまあ4つぐらいあるらしいんですけど、それによってまあ期待度規定回数天井が近いよっていう示唆をしてくれてるんで、まあ、基本的には遠い場合はジョージって言います。まあ、僕原作見てないんで知らないんですけど、このゴキブリ人間は基本なんかジョージしか言わないみたいなんですよ。はい、アドルフステージ、まあ、内部状態がいいとこですね。671ゲーム追加です。あ、当たりました。今、まあ、ピンク7狙って、黄色が滑ってきて、まあ、逆挟みしたんですけど、テンパった時点でそのテンパった色のボーナス姿が確定です。はい、追加から672ゲームですね。総投資5本です。まあ、告知方法別にどれでもいいんですけど、どれでいこうかな。一発告知ボタンプッシュのやつですね。あら、まあ天井まで行かなかったんで頑張って入れるしかないですよ。 ART にややよくレディーでお願い。お、決めますよ、決めますよ、押しますよ。せーの、ドン。はい、やりました、マーズラッシュ。いや、ラッキー、ラッキーというか、これは良かった。もう絶対入らへん思ってたんで。わー、残り3枚、残りちょっとのところで本当に粘ってたんで、リプレイで。いや、良かった。これで、ではハズラッシュ行きます。音楽が変わる、もう安心。ミッシェルさんは無限大に、まずこの ART 中もエアヤスを引いてボーナスを引くことが大事ですね。でボーナスを引けば、まあ、約 50% で上乗せできると、上乗せできると言われているんで、さらにまあ突破ゾーンに入る可能性もあると。なのでまずボーナス。連続バトル星3つの相手です。あー、これ大丈夫なやつ。はい、決めます、ドン。ゴキブリ人間退治。恨みこなしたぜ。はい、2セット目です。マーズラッシュ開始時の反応部分。お、パネル消灯しました。これさっき どうしたらいいの。さっき押した方がいいかな。激圧出ました。これは追加もしくはチャンスね。これはもう当たりでしょ、さすがに。レーダー黄色扉、もう一発来る。あ、来ない。こういうパターン、ピンク7、ピンク7じゃない、ピンクのボーナスから。黄色詰めてきた、これ黄色です。はい、出してからボーナスです。よし、とりあえず一発受けた。いやー、ラスト9枚で残り375、ちょっと辛いですかね。早くいかんと。おおおおお、あ、決着か、ラストか、これが。あ、
行くでしょ。もうこれ出て外したことないですから。よっしゃ、見た。順調、順調ですよ。はい、いただきました。テンペスト行こうと。原作を読んでないんで、この人が誰なのか全くわからないんですけど。はい、ウィン。何セット目です。うわ、気持ち悪い。めっちゃゴキブリ来た今。いやいやわ、こういうのほんま。もうウィン出てどうせなら。で、変の解放でチェリーまだあるでしょう。どうか。さす。行かない。あかんのか、あかんのか。今一個ちょっとなんか損した気分ですよ。寿命すぎまった。お願いします。ゲームバトル星3つ。お前覚悟しろ。この悲しみの元を立つ。いやー負ける。あー悲しい。このマーズラシワさんセット219枚でした。煽ってるんです。このリリベで今ジョージってポップッシュボタンで言ったんですけど、これはジョージ以外だと、まあ、あと3つぐらいあるんですけど、まあ、規定回数天井に近いと。ただまあどこからどのセリフが出たから打ったらいいとかまだ出てないんでもう分からないんですけど、まあ、ジョージはだから間違いなくやめてもいいと思うので、はい、この台は65ゲームでやめたいと思います。黄金ジャマ、黄金ジャマ、アリア。あ、これアイタンですね。これいきますか。今556ゲームハマってるんですけれども、まあ、それまでかなり初当たりよく、まあ、今7回でまあ300分の1ぐらいなんでもう悪くはないんで、これハマる前までだと多分6切ってたと思うので、この台を設定狙いで打っていこうと思います。はい、早速ですが2台目はバジリスク2で行ってみたいと思います。バラエティのですね、角台に設置されております。腰のせいか体の節節が1台じゃないですけども、いい台だといいなっていう感じで、とりあえず今のところハマり、深いハマりはなさそうな履歴なので、巻物からの海岸とか3つですね、進めていきたいと思います。ちなみに投資が300枚です。頑張らないと。この馬術に5000円入れたんですけど、あの一個も子役落ちてないです。設定差はないみたい。一回も連役引いてない。やば。なんかチャンスリプレイからの海岸チャレンジとかそういう次元じゃない話になってきましたね。ちょっと待って、20回前しか見えないが、一撃は一撃っぽいんだけど、わからんよね。どうなってるかわからんよね。ちょっと出てた化け物語にしましょうかね。なんかもうダメな気がするリナ、すごく今日。化け物語と、これ、うん、一撃かもしれませんが、一応何箱か持ち帰ってる台なんで、いい台かもしれないんでこっちにしてみます。
ではでは、もうはや3代目の化け物語に来ました。で、投資が今15本なっております。ダメだね、これが俗に言う、乱れ打ちというやつですね。行く気がないんか、これ今800ゲームまで回してきたんですけども、ちょっと当たりが重くなってきたと。で、まあ少しですけども子役もちょっと重めで、まあ、これ以上打つと天井を意識しないといけなくなってくるんですよ。てかまあもうこれ以上行ってしまうといかないといけないんですけど、とりあえずこれより以上剣の台が他にあるか一旦見に行きます。あれ、さっきバジ打ってませんでした？なんか、全然私と噛み合わなかったんでやめました。あ、自分と噛み合わへんかった。そう、あー、うん、で、化け物語に呼ばれて。そうそうそう、これ結構出てませんでした？そう、持ち帰りした台だからあるかな。あ、開いたんすね。なるほど、ちょっとね、まずいね。リナもまずいなって今回思ってますよ。え、当たりました？1回だけ。あ、1回だけ、僕もまだ1回だけ。1回だけテラフォーマーって30枚ぐらいしか出てないじゃないですか。いや、一応マーズラッシュ入りましたよ。あ、入った入った。300枚ぐらい、200枚ぐらいかな、出たんですけど。なるほどね。ちょっと今とも設定狙いしてて800ぐらいまでハマってどうしようかなみたいな。やばいですね、800円やばい。せめてどっちが勝たんとね。そう、ほんまにほんまに大丈夫、これいける気がする。いけます？そんな自信ないけど。早く当ててくださいよ。じゃあ、え、あれ早く当ててくださいよ。いや、もう任せて、すぐ当てます。すぐね、はい、ね、頑張りーな。ちょ、俺も頑張りーなしやなあかん、人に言ってる場合ちゃうんすよ。もうないからないので、これケンちゃんと心中します。今約1時間とちょっとか経ったんですけど、コウタロウさんとリナ2人合わせて、リナが戦国乙女のちっちゃい方のボーナス1回と、コウタロウさんもテラフォーマーズでボーナス1回、まあ、ラッシュも入ったらみたいなんですが、やばいよね、2人で打っててこれはやばいよね。あ、キョーベル、これで開示の儀に行ってくれないとマジで困る。お願い、お願い、頼む。あ、いた。あ、431。当初は25本なんでね、頑張ります。これマジ重要だから、本当に。はい、はい、おお、落ちた。よし、よし、おめでとうございます。引いてきたー、リナ頑張った。よし、436ハッピータイムです。やっぱ兄ちゃんはすごいね。やっぱ兄ちゃんはすごいやつ。
チャンス。あー左だぞ。ヤコ兄ちゃんを死にだぞ。ベルめちゃめちゃ引いちゃって157枚お。ダメか、ダメ、ダメ、一瞬一瞬の40ゲームぐらいだった。あああようやく総水が行きました。今日レア役はこれで初です。で71ゲームですね。今もう1100ゲーム手前ですけど、中断チェリーゼロなんでね。だトモはもう仮に高設定だったとしても、そうなってしまうとやっぱハマってしまうんですよ。それがトモなんで、これは本当いたしかたないと言いますか、展開的にはここまで引けなかったらっていうのね。お願いします。よし、これはまあ合格かどうかは分かんないですけども、とりあえず初の中断チェリー1106ゲームです。で、非正ランプがこれで3つ目と、合格しさは出てなかったんですよ、行水か引いた後も。これ、定額通常で 1.25% 使ってるやつかもしれないですね。あ、すいません、取りこぼしました。これで30人再びなれば中断チェリーだった。1125ゲーム中断チェリーです。よし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 、これは再びチャンス。141ゲームで8点です。うわあ、さらにさらにここで強水が行きました。1、2、3、4、5個目、ここ5個目ですね。ジャギー、ハートなの？ジュランチェリーの分からラスト1ゲーム終わりました。いやー、ジュランチェリー2発外しましたね。伝承の時という、もう今星5つ溜まってるんで、どうせならもう1個、いや2個。あっ、ケイシローカットインからの着水か。はい、これで6個目になりました。緑になりましたけど、これでチャンスの当選率が 80% です。次で確定、もう一個引けば確定です。で、さらにもう一個引けば、次も確定です。チャンスゾーンは、まあ、もちろん嬉しいですけど、当たってくれた方がいいんですよね。ああ、ああ、滑ったよ。はい、これでチャンスゾーン確定しました。すごいっすね。赤になりましたけど、もう一個、もう一個いっときましょう。もうこれで、ああ、いかないか。
やーラスト1個は引けずでチャンスゾーンですね。はいはい頑張ります。1223ゲーム連勝の時です。ヒレブを貯めるしかない。弱すぎる。10ヒレブですよ。まだ攻めた後5ヒレブで 20% に。ラスト無理ですってこれ。いや諦めた。が10ヒレブ10% の可能性を。あんだけレア役引いたのに、あんだけ頑張って続けたのに、水の泡ですよ。一瞬で流されていきましたよ。あーつらい。ほんまに言うてんのこれ。よしやめましょう。ちょっと回しましたが AT5130 ゲームまで回しましたが、一向に解除の下に入ることがないのでやめます。990で落ちてることが。大丈夫ですか。いやもう全然大丈夫ちゃいますわ。もう市長生見えてますわ僕。見えてる。見えてます、まあ、多分もうすぐ死ぬんでしょうね孝太郎さん。まあもう死んでるんですけどね。もう死んでるんですけどね。え投資なんも言ってます。足2万6000円から7000円ぐらい。結構やな。結構言ってますね。言ってる言ってる。で手玉なし。あ10枚ぐらい。990あ取られちゃった。はい、あのこっち打つならハーネスの方がいいんじゃないかと思ったんですけど。あ今取られました。ありがとうございます。でももう時間ないんでごめんなさい。頑張って。じゃあいやもうはいせめて僕2番なんで投資1000枚なんでまだまくれるんで。うんねえねえ、はい、頑張って頑張りだします。でもリナに2番の方が全然いってるんだ。どうしよう。こっちの花火を打ちたいと思います。はいもう最後にします。花火で、行きたいと思います。なんかダメだった。なんだろう。ご飯食べ過ぎて頭が回んなかったってことにしときましょう。私がここまでの負債を抱えてしまったのはご飯。バジリスクと、化け物語は良さそうな台を打って、まあ、ダメだったかどうかわかんないですけどダメだったじゃないですか。で孝太郎さんもなんかあの設定狙いするって言ってトム打ち出してあんだけハマっちゃったでしょ。パルスロって分かんないですよね本当に。よし移動しましょうか。花火でね1万円使ったけど何もミスでしたね。まあもう短時間実践だからねしょうがないな。まあ何でもいいか。これにしましょう。レギュラー2回。これで勝負を決めます。決めますってか決まってるけど勝負は。
当たりを引きます。投資がね37本入っております。悲しいなあ。難しいですねパチスロね。前回のテラフォーマーズはすごいねノリノリだったんですけどね私。今あれは2時間と20分ぐらい実践してるんですけど当たったの2回で1回目が戦国乙女の120枚ぐらいで2回目が化け物語の150枚なんで駆け抜けたんで300枚も出玉をゲットしてない今日は。そんな日もあるけどさ、なんか絶対さ、ガチスロガイデン3本もやってこう 3回戦やるじゃないですか。絶対どこかはやらかしてしまうというか結構大きめにやらかしてしまうんですよね。全部いい時はなかなかやっぱりね難しいですね。これでリナの投資が40本も入れちゃった。マジでやばいやばいって。それは2時間半だってって感じだよね。ゴッド打ってんじゃないよってなっちゃう。はあ、なんかこの前ちょっとしたちっちゃいお財布を買おうと思って、このちっちゃいカバンに入れられるようなパッて値段見たら全然ブランドじゃないんだけど1万円もしたんですよ。あ、1万円高っと思ってやめようってパッてやめたけど4つも買えるじゃんもう今日4つも買えるやんけエリナ、なんでや。あの時買っとけばよかった。あ、びっくりした。びっくりした。ファンファレいただきました。嘆いたら当たったよしよしよし。あ、びっくりした。何が起きたのかと思っちゃった。今回は見ての通りの結果となっておりました。なっておりましたじゃない、今回は見ての通りの結果となってしまいました。私が顔を踏まれることになるかもしれません。エンディングをお楽しみに。お疲れ様です。はい、315枚でした。1490ゲーム中断チェリーです。
まあこれで当たって天井手前でってなるんですけども、それでも当たってくれた方がいいです。もうキジレン来ました。緑で1506ゲームガルサ VS フロー。あー上がった。でまたここでガッツイが、はい、長かった。もう天井手前が当たりました。1509ゲーム、まあ、中段整理からですね、総投資31本です。もうこれは実戦終了時間まで続けるしかない。オーラの色黄色です。いやまさかここまで連れてこられるとは本当に思いませんでしたけどね。あー早々にハモ、はい、上乗せでいけば1回目の継続バトルです。互いにセリフの掛け合いはなしからのからのラオウで、北斗一世性もないチャンスアップなし。パンチ、よしよしよし、いや、ヨシテが食らったら危ないですけど、よし、抜けた。あー、よかった。キック70枚、上乗せで2セット目です。いやステージ上げれず VS シーンです。シーンのセリフ頼む、返してくれ。うわー返せないか。シーンの攻撃、まあ本気の姿勢はありますけれどもですよ、なんじゃって。あーが、これダメだ。セリフ通常もう動いてないと。いやーもうリン助けてくれ。もう復活、はい、2セット209枚です。地獄や。はい、まあ降格スタートでもなさそうで、弱チャンス目を引いたんですけど上がってる気配もないので、この台はここでやめます。これいきます。この台は1130ゲームでビッグのレギュラー4と、まあ少しレギュラー足りないんですけども、まあ1回足らないぐらいなんで、まあこれぐらいの回転値は全然わからないと思うんで、まあ残り時間、まあ、もうあまりないですけども、まあ、少しでも回収できるようにちょっとジャグラー打っていきます。現在総投資が31本の、まあ200枚ないぐらいですかね、手持ちが。だからまあ今日ゆうずきさんも多分結構やられてると思うんですよね。まあもう正直プラスに持っていくのは不可能です。ただアローチャレンジはできますので、めっちゃもうこんくらいのこんくらいの的ですけど、そこを当てればいいんですよ。1枚はクオカードをプレゼントできるんで、
ただやっぱ切ないですよね、2人してこういう展開になると。攻めでちょっとペガらせて癒されたい。やっぱるなあ。あーびっくりした、 220DM ゾロ目で当たりました。えいビッグボーナス。よし、ちょっと攻めてもの慰め救いです。ゲーム。よいしょ、ビッグボーナス2連目でございます。前回はジャグラーに1時間前ぐらい残り時間行った時に行ってハッピーで、まあ全然ハッピーなこと起こらんかったんですけど、今日はまあ光ってくれますね。ブドウでポップアイラーしましたよ、店員さんを。ブドウでポップアイラーってなんかチャイク気するんですけど、なんかあんま嬉しないんですけど、 2,3 枚の話やろ。残り10秒切りました。これラスト、いやもう1ゲームいける。あゼロ、じゃあこれ最後ということで、手からずというわけで、はい、実戦終了のお時間でございます。まあ結果は後ほどということで、エンディングでということで、はい、実戦終了します。649枚でした。何も言えねえ。よろしくです。お疲れ様です。いやもう悲壮感しかないですね、悲惨悲惨悲壮感とか分かんないですけど、ね、悲惨です。逆にすごいと思いますよ、逆にね、この短時間で。確かに2人したらえらいことになってる思うんですけど、うん、まあ、まず僕の方から行かせていただきますと、うん、投資が1550枚、うんうん、回収が、まあ、一応649枚、おジャグラーでペカリーナしてくれてる、うんうん、しておりましたな、はい、でまあマイナスの901枚ということになりました、うん、一方一方ひどいひどい笑ってくるエリナはですね、はい、本当にいろいろあった、いろいろあったけど、はい、長くなるから、まあ、多くは語らず言いたいと思います。僕当たってるとこ見てなかった、見てないんですけどちょいちょいホールコープラーってしましたけどずっと永遠通常時回してたイメージしかないんですね今日は。2時間半打って、3回当たった。あでも3回当たってるんですよ。そう3回当たったんですよ、はい、で2000枚入れてですね、はい、315枚回収しましたなんでそんな笑うんすか、何バカにするんすか。やったね、もうなんか、うん、いっぱいなんかいろいろ変えたなって思いながら回してました。最後ら辺は当たっても単発とかやったってことですか。そう、あの単発だし、はい、150枚とかしか出ないし、はいはい、うん、最後はビッグだったんで300枚流しましたけど、感じですかね。じゃこの実戦2人とも見せ場なしと。そう多分20分ぐらいで終わるかもしれない。で、ね、僕でもねティラフォーマーズ結構頑張ったんですよ。頑張ったんですね。あれ300枚出したら頑張ったって言えると思うんで。確かに3、4セットは続いたかなっていうぐらい。そうですそうです、はい、ボーナスもいけましたっていうことで、うん、まあ、でもまあ私はよくある、はい、あよくあるよくあるじゃん、日常茶飯事こんなに負けることよくあるんですけど、じゃあよかった。でも、うん、
黒バラ軍団みたいな感じのあれなんでしょ。何が大太郎さんって。何が、おじさんだっけ、おじさんなんですっけ。黒バラ軍団なんですっけ。黒バラでちゃんとでも買ってますから。あ、それはそれで、ね。なんかね、やっぱ難しい、やっぱ2時間半の実践めっちゃ難しい、うん、みんなにやってほしい。いや、本当思います、うん、一回2時間半を3店舗ぐらいやってみてください。まあ難しい、本当に。そうで、時間も考えてね、移動とかも考えなあかんので。まだ朝一でね、あれだったらあれかもしれないですけど、はい、というわけでね、まあ、言い訳負けということで、一応ね、的の方がね、まあちっちゃい。まあちっちゃい、もうなんか、はい、負けすぎてというか、なんかマイナスすぎてね。でマイナスそんだけ叩いて、一応こんだけもらえてると。まさ、しかも1本もらえるから。でまだチャンスはありますからね。ね、ここはもう、そう、ここで打てばね、いいんでしょ。リナリーナが、私がアロー得意の、そうだな、ここはそう、アロー得意なとこ出していかないと。ちょっと奇跡見せてもらっていいですか。負けすぎ、ちょっと、はい、うん、じゃあ、頑張ります。頑張りーな、はい、はい、頑張りーな。当てに行きます。お願いします。お願いします。はいはい、あー惜しい。いや惜しいですよ。惜しかった、ね、でもさ、そらそうですよ。そらそう、そんなね、なんかクオカードまでゲットしようなんてね、そうね、虫のいい話ないですよね。そんなことはないんですよ。そう、僕ら負けたんで、うん、潔くね、はい、うん、またもう一回ね、もう一回だけあるんでね。あるじゃないですか。そこで、そう、3枚ぐらいゲットすれば、そうそうそう、許してもらえるんちゃうかなと思ってますんですけど。え、いい、でも参拝はまずいと思う。黒バラ軍団参拝したらまずいんじゃないですか。参拝したらまずいですね。参拝したらなんかしますよね。いや、何、待って、ほんまにほんまに見てる。え、なんかしますよ。なんかね、罰ゲームしますよ。そうですね、参拝、はい、はなんかちょっとまずそうな。ちょ、ガッチガチに立ち回るじゃん。もう剣はやめてください。2時間剣するんですね。2時間、30分だけ打つ。やっぱそれぐらいの気持ちでいきますよ。そう、気持ちでね、はい、じゃあその3回目、来週は頑張りますので、はい、頑張りますので、皆さんぜひ見てください。はい、どうも今日はあのちょ許してください、すいませんでした。すいませんでした。またお願いします。さよなら。1329ゲーム連勝の時です。あー、やった、出世勝負、偉い方です。お願いします、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 お願いします。フリーマガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいていますか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーがして得する、楽しめる情報を配信中。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ねえ、次郎くん、めっちゃためになる。